新宿アルタ前を歩いている皆様、こんばんは。今日もお仕事お疲れ様でした。気をつけて帰ってね。帰らせてどうすんの。ちょっとだけ足を休めて見ていってくださいね。何が始まるんです。黙ってろ。はい、せーの。オタクに恋は難しい。ヒロインの百瀬なるみです。コミックス4巻が7月26日発売です。ヒロインじゃない方の二藤弘隆です。これでシリーズ累計420万部超えたっぽいです。ねえ、ヒロインじゃない方って何。いやーすごいね、420万部。なんかわからんけどすごい気してくんね。もっと言い方あるでしょ。主人公とかヒーローとか恋人とか。ええ、あ、画面になんか出てる。なんぞこれ。待たせたな。って何これ、こんな演出聞いてないよ。さあ何でしょうね。まさか兄。まあまあまあ、どうか言って、本当は何。この展開で別の発表来るやつでしょ。まあまあまあ、てか今まで散々フェイントかけてきたんだから、もうそろそろファンも慣れてきてるって。3、2、1。え？わーい！あーめでたいなおめでとう。おめでとう。おめでとうさん。おめでとう。え？いや、みんな、どうしたの？え？せーの。すべてのファンにありがとう。オタクに恋は難しい。テレビアニメ化決定！あの、皆さん、いやー、すまん百瀬、黙ってるの悪いとは思ったんだがな。二藤くんが内緒にしてほしいって言うから、ごめんね。カブクロス、花ちゃん。ドッキリ、大成功。大成功。なおちゃんまで、知ってたの。うん、俺もさっき知ったの。へえ、そうなんだ、すごいって思ったよ。まあなおはどんなことでもそれなりに合わせてくれるフレンズだからね。ブラザーズじゃなくて。でも正直まだ半信半疑なんですけど。そりゃアニメ化したら嬉しいねとか人事みたいに話してたけどさ、どうせまたやっぱ違いますとか言われるんじゃないの。ソース出せよ。あ、うん、小柳、何、今日のあれ録画予約してたっけ。は、今日のうーんでやる予定って。ほら、あの、でもそんで毎回何なのこの流れ。宣伝下手に宣伝する気あるのかないのかはっきりしなさいよ。私たち告知の仕事に来てるんでしょ。ああ、こっち真剣に告知してんじゃねえか。てめえこそ突っ立ってるだけならいらねえんだよ。質問に答えなさい。やる気ねえなら帰ってクソして寝ろ。あんたに言われたくないんですけど。まあ。カバクラさん、ここ新宿アルタ前っすよ。あ、はなちゃんもせっかく4巻表紙が先輩組なんだから仲良くね。うん、でも喧嘩するほど仲がいいって言うから、カバクラさんも小柳さんもお互いのことが本当に好きなんですね。二藤弟、お前な、恥ずかしげもなくそういうことまあそういうことにしておきましょうか。え、ああ、おお、ひょー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 、うっせんだよお前ら、なバカ、さっさと閉めろ。なあ、本当だ、もうあんま時間ないよ。いつものやんなくていいの。忘れてた。じゃあ皆さんチューニングしてください。アメンド赤いな。ああいうやつさに気も減らないようにしかと思いちゃんとやらなさいよ。アニメかけつづきコツコツ。はい、チューニングおしまい。じゃあ行くよ、せーの。一時じゃん、声優はヨーロッパチャーズ。えっ、